はい、おはようございます。おはようございます、はい、今日はこれより岩手県の奇跡の一本松を見に行きましょう。そうだ、津波で生き残った奇跡の一本松だそうです。行くぜよ、行くぜよ、よっしゃー。いやー、今ここは八戸だぜ。八戸を出発、9時17分。種市。種市って岩手だよな。だね、岩手入ったばっかりだな。あと 4.9 キロ。八戸から231キロかかってる、ここまで。よし、いよいよ着きましたね。着いたな。ここは何だっけ、ここは何県だっけ、ここ。岩手。あ、岩手県だ。岩手県の陸前高田。うん、一本松見てみますか。そうだな、じゃあ行ってみよう。よし、さあ。おー、見える見える。いや、すごいね、あれ。 あれが何、こんだけ生き残った松だ。ここに7万本の松があったわけよ。はあ、それみんな倒れて、うん、これだけ生き残ったんだよな。へえ、すげえ。あの建物もすごい。うん、あれ建物崩れたの、あれ。なんだよな。あ、崩れたのかな。うがっとなってるもん。なんでだろう。あれ、もともと何だったんだろうね。なんだべな。うん。ああ、もうすぐそこだ。うまいだ。すごいね。すごいね。それでは奇跡の一本松です。どう、すごいね、ほら。おお、でっかいよこれ。すげえきゃ。この松もすごいけどね、この松の裏にある建物もすごいね。やべえ。ああ、いや、これだば津波怖いわ。よくあのコンクリートのぶかりでよ。うん、あの室外機の流されねえもんだよね。あ、本当だ。ユースホステル、行くぜ。でけ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 でーん。ダーン。これやこれでや。んだ、うわ、これだば大変だ。すげえな、これ。あっちもそうだけどな。んだ、うわ、ちょっと逆光で見えにくいかもしんないけど、これのおかげでこれ残ったらしい。ああ、そうかそうか、波よけ。これでカバーされてる。うん。エスカレートが欲しいな。なんだ。これは海だ。おお。本当だ。すげえ。汚ねえ。うん、見事だ。見てよかったね。うん、なかなか見れないことなんだ。よし、あとでママ来てるべ。んだ。ああ、よし。そうの後としたべ。
以上でよろしいでしょうか。ありがとうございました。よし、俺は5丁目の10丁目。身長はこれ。これ？人気ナンバーワンだ。おー、いいね。ネギたっぷり。僕はネギ味噌ラーメン全部食って名前を残そう。ここさか、ここに、で、また今度来たらまた写真を撮る毎回写真撮って同じ顔いってるどあ、いいね、全ページ、いや怖いな、10丁目そうのはどとしたびえ。こちらスープまで完食しましたらお声かけください。サービスでございます。おお、これが十丁目だって。これ田村さん。お、これはネギ味噌ラーメンです。ネギ味噌。よし。じゃあ俺は地獄ラーメン。結構強いだけに。うん。違う？全然。よし、行くぜ。アイスが来た。仕上げのアイス。うん。
あ、よかった。ここに写真が載るそうです。